競輪ファンの皆さん、こんばんは。松戸競輪場では開設37周年記念前節の初日が幕を開けました。お盆休み、あるいは中野尾崎人気といったところもありまして、およそ2万6000人のファンが詰めかけております。それでは結果でございます。第一レースはただの大杉と入りまして、連勝複式5番6番3790円でした。第2レースの方は1着白鳥、2着安田、連勝複式2番4番770円。第3レースは1着絹田、2着松村、連勝複式3番6番600等円。第4レースは1着木村、2着に坂口、連勝複式1番6番660円でした。第5レースからは連勝単式になります。1着1番小原、2着2番三木、連勝単式で1番2番730円です。第6レースからは VTR でご紹介いたしましょう。第6レースは S 級の予選競争です。おはようまして、横一線スタートを切りました。中番ついて6番の福島が突っ込んでまいります。スタートを切ります。6番福島、ちょっと後ろ離れながら3番の郡山が出てまいります。55回戦無論時代の足を使います。3番の郡山、これが詰めてまいりまして、6番3番追っては9番の後藤が詰めてまいります。3番手、この後ろには4番の兵庫の三原であります。初回4コーナーからホームへと帰ってまいります。先列が徐々に詰まってまいりました。後方に5番の山口、追って8番の5番経過の2コーナーからバックストレッチ、ユドリンの後ろは依然6番の福島であります。打賞3コーナー6番9番追って2番の吉田、この後ろ3番手に構えました。ここには7番の市村、1番の沢田と続いております。この後ろに引かされた3番の郡山、いつまくってまいりますか。最終1コーナーからセンターピッチグンと上がっておりました。3番の郡山ちょっと外に吹くまいりました。3番5番でアウトコース一気に強襲してまいります。その前に2番の藪下も置いてくる。最終回3コーナー9番の後藤か、あるいは2番の藪下と突っ込んでくる。9番2番で4コーナーからの直線勝負となった。ここで落車がありました。ゴールは2番7番9番7番。第6レースは1着藪下、2着市村、連勝単式2番5番で1000トンで70円でございました。続いて第7レースは地元千葉の笹森勝也が1番車で乗っています。スタートを切ります。ゆっくりとしたスタート、互いに牽制しながらスタートを切りました。内より3番の西村、中番ついて5番の勅使河原であります。初回1コーナーから1戦隊勝ってまいります。まだまだ互いに牽制し合います。3番の西村、外から降りてまいりました5番の勅使河原、続いて1番地元の笹森が3番手であります。初回の3コーナーに勝ってまいりました。3番5番1番追って2番の田中、さらには8番の三宅、4番の大垣と続いてまいります。さっと見えました7番8番4番佐田が加わりました。6番の山崎、この時期に2番の田中、1番地元の笹森であります。場所にセンターから4コーナーに勝ってまいりました。7番8番4番さらに外を2番の田中が待つところというところ。さて最終回であります。7番の岩田が目いっぱい逃げてまいります。続く8番の三宅、7番8番4番6番とついたところ、この外今度は2番の田中マクローというところ、ピッチグンと上がっております。最終3コーナー総落とし7番か、ここで8番の三宅が一気に監視に出た。続く4番あるいは打ち食って1番の笹森を突っ込んでいく。8番か1番かあるいは9番も突っ込んだが、8番を追って1番9番9番1番か。第7レース三宅笹森と入りまして、連勝単式6番1番3420円の高配当でございました。第8レースは先行タイプのわらかあるいは木の内かというレースです。さて出ました第8レース S 級選抜競争です。中番くついて6番の島岡が素早くスタートを決めます。同枠7番の木の内が追走、6番7番後ろに4番の太田が追ってまいります。初回2コーナーからバックストレッチ、6番7番追って4番、この後ろを起点立ちながら5番の山森、あるいは8番の堤と前を詰めてまいりますか。さらに後方には2番の広島の和田であります。55回生機動力を持ちます2番の和田、6番手付近に構えております。これに3番の近藤が今のところマーク、追って9番の高岸、
1番の山田は最後方構えております。2周回1コーナーから1センターへと向かってまいりました。前の方変わらず6番島岡、7番の木戸内の枠両者、続く4番の太田、外から8番の堤が上がってまいります。5方4番5番と4枠両者が集まりまして、この後ろに2番の和田であります。この2番の和田を追って3番の近藤、外1番の山田が使えてまいりました。2番の後ろで3番1番のマークを寄せ、一旦1番の山田がこの2番の和田の後ろを取り切ります。さよなら高校となった3番の近藤、最後方から今度は9番の高岸が駒を上げてまいりますか。よたびの2コーナーからバックストレッチ、5番の山森、8番の堤と前の方並走となってしまいました。後ろには6番7番5枠両者、この外9番の高岸も出ております。これで7番の木之内が車を下げまして真っ中段付近、53回生先行力を持っております7番の木之内下げて真っ中段、この間前の方5番の山森、8番の堤と変わります。5番8番と変わってスタートを決め下げた6番の島岡、もう一度番手を取りにやってまいります。さて上がってまいりました2番の和田、ユドリンを指導します。2番の和田が先頭に変わると、さらに1番の山田、2番1番あるいは3番とゆっくりとしたペースとなりました。2番の和田、続く1番の山田であります。ちょっと牽制しながら走ります。後方ちらっと見えましたのは1番の山田でしょう。後ろずっと見ております。2番の和田、2番1番乗っては3番の近藤であります。続く5番あるいは9番の高岸、まもなく打者を迎えますバックセンター、ここで7番の木之内が一気に上がってまいります。打者を2センターへ勝ってまいりました。2番の和田が見えてまいります。続く7番の木之内、2番7番の先行争いは2番の和田が取り競り勝ちます。2番7番追って4番の太田、この後ろに1番の山田栄進であります。さらに3番の近藤、インコースに9番の高岸、最終回の3コーナーそのまま突進であります。2番の和田が会長に飛ばします。番手となった7番の木戸内、2番7番あるいは4番を作って1番、さあ2番か7番か、この両者が一騎となったが2番7番、結局第8レースはこの両者和田木之内で決まって、連勝短式2番5番で980円でした。第9レースは全日本選抜頭2本の活躍を見せた波形が3番車です。前傾姿勢からスタートを切ります。内寄り2番の金光、負けていたアウトコース8番の森が突っ込んでまいります。結局内を救いました2番金松が湯戸院の後ろを追います。2番8番で初回の2コーナー、候補に7番佐久間、6番の小池といった5枠両者、初回の3コーナーであります。さらに7番4番の並走、さらに外厚く今度は9番の寺崎も出てまいります。さて打者を3コーナーかかりました。3番の波形が正攻法、これに1番の小林、続く9番の寺崎が3番手、さらに攻めた4番追っては7番、さあこれで最終回であります。ピッチグンタが取ります。3番の波形会長に飛ばして最終1センターから2コーナーかってまいります。3番続いてバントに食い込んだ1番の小林信太郎、おっと後方8番の森が落車であります。最終回3コーナーから2センター、3番1番9番追っては7番の佐久間仕掛けてくる、さあ4コーナーから直線、まだまだ3番の波形が先頭ながら外から1番7番と突っ込んでおります。第9レース佐久間茂光小林信太郎と入って連勝短式5番1番9000トンで30円の高配当です。そして注目の第10レース特選中野かあるいは地元尾崎かの争いでございます。さてご吠えます。ゆっくりとしたスタート、一人1番中野が外へ上がってまいりますと、これに4番井上がつけてまいります。ゆっくり初回の1コーナー高いところ上がってまいりました。1番の中野、4番の井上であります。後方には7番の高橋、6番の富原、初回の2コーナーへと勝ってまいりますが、依然まだまだゆっくりとしたスタートで2コーナーへ勝ってまいります。1番中野、4番の井上、続いて7番の高橋、6番の富原と追ってまいります。もう一度山に上がりました。1番中野、4番の井上であります。結局中番降りてきました7番の高橋健二、初回の4コーナーからホームストレッチへと帰ってまいります。7番の高橋がずっと湯戸院の後ろを抑えますか、この後ろずっと切れておりますが、6番富原追って9番の野田が追走してまいります。先日行われました全日本選抜2着に食い込んでおります9番野田、
この後ろに1番の中野がつけております。中野小一が4番手に位置し、コリリマークは4番井上、追って5番の地元の鈴木であります。この後ろに2番の尾崎、59年60年とこの当松戸で優勝しております。2番東京の尾崎、この後ろに3番の姿が追っております。最高峰は8番の佐藤、これで2周回が終了、3周回目に入ります。前の方は7番の愛知の高橋健二、牛丼の後ろを追いまして、これに6番の富原、機動力を持っております6番の富原に9番の野田がつけまして、この後ろであります1番中野、中野の後ろには4番井上がマークして、5番の地元の鈴木、いつ動いてまいりますか、5番の地元の鈴木、55回生であります。これに2番の尾崎が追走と松戸を本番とします。2番の尾崎、この後ろには3番の姿、追って8番佐藤であります。駒を寄せてまいりますか、9番の野田であります。さらに外は5番の鈴木、2番の尾崎と上がってまいります。ゆとびのバックセンターを切ります。さあ5番の鈴木がずっと寄せてまいりました。ゆとびは沈いております。6番の富原か、あるいは5番の鈴木か、ここで5番の鈴木が飛び出すと、後ろに2番の尾崎がつけます。5番2番外3番の姿も出てまいりました。残り2周赤番を経過しております。赤番経過の1センターから2コーナー後方見えました。5番の鈴木、2番の尾崎であります。いつ動いてまいりますか、9番の野田はまだまだ後方であります。さあ多少3コーナーかかっております。5番の鈴木が逃げる、これに2番の尾崎、この後ろ連合は3番の姿が乗っております。絶景通り3番手、さあこれで最終回一本棒で抜けます。5番2番さあ出てまいりました、9番の野田であります。これに1番の中野小一がつけた。さあ9番1番で男を鈴木に強襲してくる。最終2コーナーからバックストレッチ、5番鈴木、2番の尾崎、あるいは9番ちょっと外に膨らみました、1番の中野であります。さあ4コーナーから直線、2番の尾崎が先頭、2番3番この後のボールが遅い。直線は尾崎に軍配が上がりまして、姿が流れ込み、中野は3着連勝、短式2番3番1500桃園という結果でございました。以上今日のレース結果をお伝えいたしました。競輪ファンの皆さんこんばんは。松戸競輪場で行われております開設37周年記念競争、今日は前節の明日優勝戦をかけての決勝、準決勝戦3レースが行われております。今夜はその準決勝戦の結果並びに明日の優勝戦の展望をお伝えしてまいりましょう。解説は日刊スポーツの菊田健二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。途中これが第8レースですが、ここには高橋健二、それから姿も乗ってきているんですが、鈴木あるいは木内、こういった健康の選手ですが、これは木内がね、花に立ちまして前へ入ってですね、犬耳の形で先行でなく、9番の姿君を迎え入れるつもりで行ったわけなんですよ。打鐘まで待っても出てこない、その後はですね、もう先行しなきゃ間に合わないんですけど、木内君が先行した、姿君は遅いまくりでも、それも急着になっちゃう、その3番手まくりの鈴木君が解消して、はい、木内は先行して残った、インを突き抜けた市村君が3着に食い込んだ、はい、まあ、こういうことでやはり波乱含みだったわけですけども、姿にとってはいわゆる悪いパターン、そうですね、もうなぜあそこで行かなかったのかなという、まあ、とにかく三三バンクっていうのは早め早めの、ね、はい、仕掛けで行かないと、もう自分の後ろでもう最後のまくりっていうのはもう非常に苦しいわけですから、まあ失敗したなという感じですね。第8レースでございました。続いて第9レースの準決勝の模様でございます。こちらの方はスタートからゴールまでお伝えをしていくことにいたしましょう。これ、準決勝でご覧のようにちょっと何かブチの、ね、討論になりまして、さらにこの後ちょっと雨が降ってくるんですね。この、まあ、大波乱の含んだ雨だったんですけど、このレースもそれほど各選手ともスタートを取りに行ったわけではなくて、まあ、結局 出た選手がそのままスタートになってしまいましたよね。もう最近はもうスタートを取りたくないわけですね、結局内へ詰まるという、
もうこれはもう陰切りがあったり、はい、お賽銭箱があったり、もう前にいたんではとても苦しくなって、うん、最近はもう分かってますから、自分の目標選手がいれば直にマークして、はい、前にこだわらないと。だからスタートしてなかなかもう誰も出ていかないんで、うん、まあ、スクラッチみたいな形で ね、帰って今日みたいな雨の降る日は怖いですね。スリップしたりなんかしますから、まあ、ですからまあそういう場合はどうしても前にいた方がその危険性は避けられるという。3番の尾崎が誘導員の後ろに入っておりまして、さあここで先ほど姿の話が出ましたが、山田の場合はこの小林信太郎と、まあ、結局小林が尾崎の後ろ取り切って入れない、そうすると山田が前行って山田をですね、はい、入れたということは9番が後ろを取ったというか、はいはい、5番は仕方がなくその後ろとなりますか。姿も多少はこういうふうに動いてほしかったなということなんですよね。 そういうことですね。そして1番の野田が前に上がってまいりまして、また小林も一旦は前に入っています。これはもうその後ろをもらうという意味で言っていると思いますからね。そうですよね、はい、まあ、5番まだしつこくやってるんですけど、まあ、その間に和田がこうシュートが、はい、ちょっと前の方がごちゃごちゃっとしまして、これ和田やはりどうなんですか、これ先行のつもりで前に先行、はい、これも先行で井上さんが行けというのが、はい、もう出ちゃったらしいんですけどね、だいぶ早かったですけどね、はい、井上君がなんかおかしな競争だったですね。なんか自分でショット持ってくるんですけど、自分でスリップしてる。それもこれもね、結局はまあ、雨でスリップするような悪い状況があったんですけど、それにしても簡単に倒れたんですね。二子町もね、ちょっと変な落差してるんですよ。その影響が、はい、なんか反射神経の問題もあるんじゃないでしょうか。ここでは1番の野田が、まあ、番手にはまりまして、3番手に尾崎という対戦になります。絶好の野田の番手まくりなんですけども、はい、和田君が粘って粘ってもうブロックしていくわけですね、はい、で最終的には1番が煽られていきますから、3番はその外で煽られる、はい、その外で何かスリップしたという、うん、非常に尾崎君にとってはもう無念なレースだったですね、はい、ね。まあ、尾崎が敗れて、先ほどご紹介したような1万円台の高配当が出た第9レースでございました。そして準決勝の最終レース第10レースも VTR でご紹介いたしましょう。こちらの方には中野が乗っております。2番が中野、そして3番が富原、さらに5番が波形です。まあ、このレースも中野にとっては、まあ、本来でしたら頭を取って優勝戦にという、ね、そういうことですね、もうとにかく一着しかないわけですから、はい、ただこの後この富原の動き、それからそれとの中野の連携なんですね。そうなんですね、たまたま前へ行って、そこを波方、佐藤、はい、太田と北日本がついていった。松田、そこでちょっと打ち詰まったっていうか、引いて出直しという、まあ、富原を待った形があったんですけど、ここでですね、はい、藪下が入ってね、そこを富原がスワーッと前に行っちゃったんですね、これでもついていかないわけですから、はい、まあ、ここで6番手でよく我慢したと思うんですけどね。富原が先行、最終のホーム近くから追い上げて、はい、追い上げっていうか、まあ、ここでもってそーっと1番をどかして3番手入ったわけですね、はい、ここでもう番手まくりで5番が行くわけです。この後ろにいたんですけども、後ろのスリップ落車がね、やっぱり気になったのこともあるし、なんか踏み込んでもね、ツルツルするような感じで、そうですか、怖くて走れなかった、うん、だから自分ではね、足を残してレースが終わってしまったと、そういうこと言ってましたね。競輪ファンの皆さん、こんばんは。松戸競輪場で行われております開設37周年記念競走
前節の優勝戦が今日最終の第10レースで行われました。中野人気ということもありまして、今日も2万5000人強のファンがスタンドに詰めかけまして、最終の第10レースの優勝戦をたっぷりと堪能したようでございます。今夜はその優勝戦の結果を中心にお伝えしてまいりましょう。それでは早速その優勝戦の VTR ご覧いただくことにいたしましょう。第10レースで行われまして、1番から鈴木、波形、中野、木の内、富原、市村、山田、小池、和田、この9人の選手で行われました。さて、ご吠えましてスタートを切りました。ゆっくりとしたスタートを切ります。中番から4番の木の内だけポーンと飛び出しております。後ろは切れております。4番の木の内を追ってずっと離れまして、2番の波形であります。57回生、初日選抜から3着1着で勝ち上がっております。2番若手の波形、続く1番の地元の鈴木誠であります。初日は特選競争から8着1着で勝ち上がっております。地元1番の鈴木、これを追って6番の市村、予選競争からただ1人勝ち上がっております。6番東京の市村と松戸本番区とします。6番の市村を追いまして、3番中野小市であります。さらには8番の小池、この外を7番の山田英二、さらに後方に5番の富原、最後方が9番の和田であります。選抜競争から1着2着連日動いて勝ち上がってまいりました9番広島の和田、2周回2コーナーからバックストレッチであります。4番スタートの木の内、続く2番波形、4番2番追って6番の市村、後方に1番鈴木には7番の山田がつけます。これを追って5番の富原、これに今のところ9番の和田がつけて、この後ろにおります。3番中野小市であります。8番手にしました3番の中野、最高峰が8番の小池であります。三度の1センターから2コーナー、ここで1番鈴木、7番山田と車をずっと下げてまいります。前の方4番2番6番追って5番の富原、今日また 4.00 のギア、これに9番の和田がつけて、後ろに3番の中野、この外まで下げた1番の鈴木、あるいはこれにマークは7番の山田か。三度4コーナーからホームストレッチ、残り3周青番を経過であります。4番の木の内、後ろ2番の波形、4番2番の後ろには6番の市村であります。この後ろに5番の富原、今日また川新にやってまいりますが、5番の富原の後ろには9番の和田、この外に1番の地元の鈴木が絡んだままであります。後方に世界の中野、インコースであります。外には7番の山田英信使います。しんがりが8番の小池という展開。よたび4コーナーからホーム、残り2周の赤番を経過であります。決勝戦も残り2周を切りますと、5番の富原が前に出てまいりました。5番追って1番の鈴木、これに7番の山田がつけております。さて、この外を9番の和田が突っ込んでくると、これに3番の中野がつけております。ちょっと早めにスタートしました。9番の和田、後ろ3番の中野がバンクとなりました。さらには8番の小池がこの後ろ。さて、最終回1コーナーからセンター、9番3番追っても8番、この後ろに1番の鈴木であります。いつ仕掛けとなりますか。これには7番の山田が乗っかってる。さて、仕掛けとなりました1番の鈴木、最終3コーナーから2センター。それで3番の中野もこれ一気に脱出する。3番の中野小池先頭で横当たってる。アドバスから1番の鈴木が突っ込んだ。3番中野が優勝、後ろ1番。最後は番手まくりを決めました中野が見事に優勝を果たしまして、連勝短縮3番1番530円という結果でございました。まあ、レースを見て、そして終わってみれば、やっぱり中野余裕の勝利だったのではないでしょうか。それではその優勝いたしました中野選手のインタビューをお聞きいただくことにいたしましょう。松戸競輪の記念前節優勝いたしました中野浩一選手です。特選の前の日、前県民にもおっしゃってましたけれども、はい、今節は頭脳労働者としての仕事をきっちりしましたね、最後。そうですね、いや、3日間どうでしょう。で、今日のレースも結局、今節は3着、2着、そして最後優勝だったんですが、はい、今日の、展開も3番手、2番手、そしてゴールは1着。はい、まあ、今日和田君がね、いたし、これでも一緒に合宿したしね、はいはい、力してますし、思い切って、これからの選手ですからね、まあ、精一杯頑張ってほしいと思うし、僕もね。いい結果出ると思ったから、まあ、その辺で、ゴール決めた後、彼の手を一緒に、ね、まあ、これからですからね、まだね、まあ、よく言えばね、2、3着残ってくれればね、そうですね、まあ、でも鈴木君が負けてたから仕方ないところですけど、ね、まあ最後はあの4コーナー回って、1番の鈴木選手がまくってくるのを合わせていって、はい、それでもそれだけだったんですね。そうですね、もう今日仕事はそれだけです。
これで中野さんとしては世界選手権に行かない鬱憤を一つ晴らしました、ね。まあ鬱憤と言いますかね、行ってる間にね、早いところ本田君と井上君捕まえないとね、ちょっと離されてますからね、この辺でちょっと稼いで帰ってきて脅かさないといけないから、しかし今節3日間終わりまして、ファンの投票総数、はい、そういったものも含めたおそらく記録になっていると思いますので、ね、あ、そうですか、まあ、なんとか責任に応えられるように頑張っていきたいと思います。これで中野選手も中野人気はよし、まだ大丈夫だと思ったんですよ人気だけはね、なかなかありますからねあとまあ実力が伴わないと、あと今回の記念優勝で今年はもう5回目になるんですね。よく覚えてませんけど、そんなもんでしょう。あと倍ぐらいいけそうですね、最後まで。そうですね、なんとかそれぐらい頑張りたいですけどね、まあちょっと周りが強くなってますからね、まあそうも言ってないです。スタンド の, 女性ファンがいましてね、中野選手これで5回目の記念優勝、あれ本当だったらもっとしてるんじゃないっていう話してましたけど、前半ちょっと休みが多かったから、いや後半休まずに頑張ってください。そうですね、はい、長寿幸せをやります。ありがとうございました。ありがとうございました。勝てば官軍といいますか、さすがに勝った後の余裕の表情、中野選手でございました。優勝戦の前に行われました8レース9レース特選、それから順位決定、こちらも VTR でご紹介いたしましょう。まず第8レースの特選でございます。郡山、小林信太郎、高岸、上方、このメンバーが主力として乗っております。よとび4コーナーからホーム、残り2周赤番経過であります。6番かあるいは8番の岩田も出てまいりまして、赤番経過の1センター、ユドインは退いております。この外を今度は9番上方がまくってまいります。これに1番の郡山がつける格好となりました。9番1番おった8番ちょっと遅れた3番の小林、ゼッケン通り3番手で打賞4コーナーを抜けてまいります。で残り競争あと1周とかあります。9番の上方、後ろに1番の小山みっちり、さらに3番の小林が3番手であります。後方に8番の岩田が追って5番2番さて最終回の爆戦闘を切りました。これで1番の小山一気に抜けてくる。これに3番の小林がみっちり番手に食い込んだ横田から直線、1番3番あるいは長ついて5番の高橋を突っ込んでくる。さて後方が逆転。8レースはご覧の高岸小林で、連勝短式4番3番2戦飛んで80円でございました。それから第9レース、こちらは順位決定で、準決勝を敗れまして優勝戦に進めなかった2番車野田忠志がおります。 S 級順位決定戦スタートを切りました。中続いて4番の三木が走ってまいります。56回生、初日の予選競争でもスタートを決め連に絡んでおります。4番の三木、今日またスタートを決めます。この外を上がっております6番の三宅、今日は先頭を引きます。4番続いて7番青森の小原であります。57期生の若手、この候補を前を詰めて2番の野田が追っております。初日独占競争5着、昨日の準決勝惜しくも4着と敗れまして、今日順位決定戦に乗っております2番の野田であります。この外に絡んでまいりましたのは3番の佐藤、どうしても初日では独占4着を取っております3番の佐藤、これが7番小原の後ろに入ります。下げた2番の野田には1番佐久間が追っております。さらに外を9番藪下、8番の地元の笹森と六白両者、最後方に5番の福田という展開であります。2周回のバックセンターを切ります。4番スタートを決めた愛媛の三木がともかく2番手をキープしております。これに7番の小原が追っております。4番7番続く3番の佐藤がこの後ろ4番手に構えております。9番の藪下、8番の笹森と六角両者がついて、2番の野田はこの後ろ7番手に構えます。後ろにおりました1番の佐久間が今度は短期車を持ち上げてまいります。どこでなってまいりますか。1番の佐久間ずっと車を寄せ、4番三木の後ろに入りますか。4番1番と変わります。4番1番続いて7番の小原、この後ろには3番の佐藤がマークであります。7番3番と東北の両者、後ろに9番藪下、8番の地元の笹森、さらにこの後ろに2番の野田であります。いつも言ってまいりますが、2番の野田は後方8番手、さらに5番の福田、2番5番と今度は車を持ち上げてまいります。よたびの1センターへかかっております。4番1番7番外に2番の野田あるいは5番の福田と上がってまいりました。さらに外厚く今度は7番の小原も攻め込んでまいりました。57回生の若手7番の小原、これに3番の佐藤がつけてアドコースずっと上昇しております。選挙も熟してまいりまして、与旅の4コーナー、ここで7番の小原が前に飛び出します。後ろに3番の佐藤、7番3番追っては2番の野田、3番手この外にかぶした2番9番の藪下であります。
さて9番のここで藪下が前に入り、7番の小原がこの後ろ、9番7番追って3番、この後ろに2番の野田であります。打者の流し4コーナーかかってまいりました。9番7番追っては3番、外から今度は2番の野田、ここで一気に出てこようというところ。最終1コーナーから1センター、9番7番外を2番の野田が張ってる。さらにこれには4番の三木厚磯、最終2コーナーからバック2番の野田が先頭に勝った。さあこの後ろには4番の三木がつけるか、2番4番追って5番の福田で4コーナーを返ってくる。まだまだ2番の野田が先頭、外から4番5番と突っ込んだ、ゴールは2番。昨日の雪辱を果たしました野田が1着、三木が2着、3着、福田2番4番連勝単式540円という結果でございました。以上優勝戦、それから特選、さらに順位決定、この3つのレース VTR ご紹介いたしました。今日の全レースの結果をここでお伝えいたしましょう。まず第1レースは蒲田山本で2番4番1580円連服です。第2レースです。1着7番白鳥、2着2番飯島、連勝複式2番5番で360円。第3レースは1着1番阿部、2着5番の絹田、連勝複式1番4番1780円。第4レースは6社立てです。1着4番田中、2着2番天笠、連勝複式2番4番170円。第5レースも6社立てで行われまして、1着3番星川、2着5番大沢、連勝単式3番5番で820円。第6レースは1着9番岩崎、2着2番坂口、連勝単式6番2番1460円。第7レース1着3番石橋、2着2番島岡、連勝単式3番2番1660円。第8レースは1着5番高岸、2着3番小林信太郎、連勝単式4番3番2セントンで80円でございました。それから第9レースは野田美希と入りまして、連勝単式2番4番540円。最終第10レースの優勝戦は中野が1着、2着に鈴木誠、連勝単式3番1番530円でございました。